こんにちは。日本学術書道会の田村希蘭です。今日も日報出版社の前後牧場筆記から前後を選び、その解説本を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は無事に字を生ずです。何事も起こらないのにあえてことを起こすこと、またそのままで済むはずのところを好んでことを起こすことです。では今から無事に字を生ずを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。